こんにちは、上田家です。今回の作品を作るシリーズはこちらでやっていきたいと思います。阿賀井翔司さんの方でポートレートの、ね、作品を作っていきたいと思います。はい、まあ、ここにもうすでにね、はい、ブロンカラーパステルブラッドって書いてあるんですけど、はい、今回はこの組み合わせでね撮影していきましょう。はい、ではね、まず阿賀井翔司さんがねどんなものをね扱ってるかちょっとね、ツアーをねやっていきたいと思います。はい、はいはい、まずは1階のショールームからご紹介していきたいと思います。はい、上田はカメラをね回したいと思いますので、はい、なので天の声として参加してください。はい、はい、でまずは阿賀井翔司さんといえばこちらですね。そうですね、ブロンカラーですね。はいはい、世界最高峰のストロボですね。ストロボというね、はい、今回はこちらの、シロスというですね、はい、モノブロックを使用しながら撮影をしていこうと思うんですけれども、まあ、こんな風にスコローだったりとか、そうですね、でスタジオで使われるようなやつがあったりとか、はい、ここでいろいろと試せたり、はい、あとはレンタルしていたり販売も行っているそうなので、ぜひ気軽に見に来てみてください。そうですね、うん、そして上田家が YouTube 撮影するときに使っている照明もこんな風に展示されてますね。はい、上田家はこれですね。そうですね、アプチャーの 300X、はい、に、ライトドーム2をつけて、ですね、もうこれは鉄板ですね。鉄板ですね、すごい光綺麗なんですよね。はい、で移動が多いときはね、アマランの 200X 使ってますね。はい、はい、こんな風にライトのエリアがあって、であとは、奥のスペースは、まあ、セコニックも置いてあったりするんですけども、そうですね、奥のスペースはプロユースの機材がたくさん置いてありますね。はい、ライトスタンドケースだったりとか、あとはまあスタンドですね、はい、このようにたくさん、まあ、グリップ系ですね、並んでいますね。はい、次はちょっと便利グッズ見ていきたいなと思うんですけど、はい、便利グッズたくさんあるんですけど、うん、まず気になったのがこちら、はい、ヘンネルっていうね会社のプロキューブ2っていうね、2つデュアルでバッテリーをねチャージできるっていうものですね。これいうの待ってたんですよね。ねえ、しかもなんか見た目もおしゃれだし、ね、すごくソリッドなデザインですし、うん、あとパーセンテージ表示もできるので、ね、すごくこれは便利なの。これはね買いですね。こういうふうに買って帰れるのがいいですよね。はい、うん、あとはねこれ便利なんですよ、ね、室内でライトスタンド立てるときとか、うん、三脚を使うときに便利なんですよね。こういうのにね履かしてあげることで、靴下ですね、そう靴下、床を傷つけないっていうもの、うん、あとはね発煙筒なんかもね、あります。これポートレート撮影するときに楽しそう、はい、ちょっともやがかった感じとかを ね表現するときなんかに、やっぱりライティングと組み合わせると ねすごく面白そうです。で個人的に、ね、気になったのはこちらの雲台なんかもね結構気になりました。うん、なんか面白い形してるね。はい、フレックスシューターっていうね、ものなんですけど、ちょっとこれも便利そうで、うん、今までに見たことのない構造になってて ねなんか変わった動き、そうですね、カウンターなんかも取れてこういった便利なものもね、うん、あるのでぜひ訪れて触ってみていただきたいなと思います。はい、あとはこのブロンカラーがスイス製のストロボになるんですけども、はい、実はそのブロンカラーを輸入するときに、はい、スイスワインも一緒に輸入してるんですよ。すごい、結構ねスッキリとしてて美味しいんですよね。白ワインとかぜひ買って帰りたいです ね、はい、こういったね、うん、ワインも取り扱いがあります。そして今回はこちらの同じスイス製なんですが、はい、こちらのインクジェットペーパーを使用しながら作品を作るの作品をプリントしていきたいと思います。はいはい、なんスイス製の高級紙にね、うん、作品を、まあ、プリントしていきたいと思います。はい、ちょっとねワインも飲みながらでも、そうですね、ぜひ、はい、では早速撮影していきたいと思います。はい、では今回は作品を作るポートレートを、ね、撮影するわけなんですけども、まずは紙から今回は選んでいこうと思いまして、阿賀井翔司の椎名さん、ここからは付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。阿賀井翔司椎名です。はい、私たちもこのシールっていう紙愛用しているんですけども、ファインアート紙としては結構こう手頃じゃないですか。使いやすいですよね。そうですね、やはりいろんな紙試したいけど高いなっていうふうに思われている方が多いんですけども、はい、うん、割と手頃な価格から揃っております。うん、あとなんか箱もしっかりとしているので保管用にも高級感が ねそう、意外とプリントした紙って保管場所に困ったりするので、ね、こういうしっかりしたケースに入ってたのはねいいですね。うん、はい、そしたらじゃあ今回は私と小屋さんで、はい、違ったイメージで一人の女性を撮影していこうかなと思うんですけれども、はい、私はどちらかというとなんか柔らかい印象でライティングを組みたいなというふうに思
持っているんですね、はい、なんかその女性のこう柔らかさみたいな肌の美しさみたいな表現するんだと、あのシールの紙だと何がおすすめですか？そうですね、シールこれだけいろんな種類が揃ってはいるんですけども、その中でも柔らかいプリントの傾向であればこういったマット紙がおすすめです。マット紙の中でもあのコットン 100% のペーパーが2種類ありまして、あとはすごいテロテロしたこんなキャンバスっていう面白い素材もあるんですけども、やはり女性を撮られるっていうことなので、あんまりこうテクスチャーが表面がボコボコしてきついタイプだと女性の肌がちょっとねあまり綺麗に出ないと思うので、やはり今回はこのスムースマットコットンペーパーというあの表面がスルスルした滑らかなタイプのコットン紙、これがおすすめです。この紙私も日頃から ね愛用してるんですけど、結構発色もいいですし、そうですね、あのマット紙って黒が締まりにくいんですけど、うん、これ結構締まってくれますよね。そうですね、色これだけのせてもしっかり出ますし、うん、とにかく表面がすごいスルスルして気持ちいいんですよね。私も手触りこれ一番好きです。あ、一番好きな紙ですか？はい、これはいそうです ね、うん、楽しみ。じゃあこの紙をベースにライティングを組んでいきたいと思います。じゃあ、はい、僕はですね、今日天気がねすごく良くて、ちょっとね外に出て日中シンクロねやってみようかなと思います。やっぱりねストロボ使うときは僕日中シンクロ大好きなんですよね。なのでちょっと強いイメージで、はい、ライティングを組んでいこうかなと思ってます。なんかじゃあかっこいい感じ。そうですね、なので陰影がしっかりつくようなライトを組むので、だから今回はもしかするとちょっとマットというよりは少しテカテカするようなね感じが、光沢感がねいいかなとちょっと思ってます。そうですね、はい、そうなりますとやはりハイコントラストなしっかりしたこう陰影を出していくっていうことでいうと、うん、こういった光沢紙もありますが、あのラスターというこの絹目調のタイプもありまして、はい、これもあの結構色がしっかり出てっていうタイプなんですね。ただ微光沢ですか？そうです、微光沢ですね、うん、であの扱いやすいような厚みのタイプです、はい、もう一つ候補としてはサテンバライタというペーパーがありまして、はい、これモノクロにおすすめっていうことで出てる紙なんですけども、これ実際モノクロよりもカラーで出すとすごくよく出るんですよ。であの特に違いがあるのはこの白の違いがすごく差があるので、確かに、はい、ちょっと青白い白とあの自然な白、うん、この違いが出ます。そうするとモデルさんの雰囲気も、うん、あのすごくパキッと出るか、ちょっとあの自然な色をきちんと表現するかっていう違いも出てくるので、はい、このあたりはお好みになるかもしれないです。そうですね、こうやって見るとだいぶ違いますね、こうやって見るとね、うん、やっぱりこの腰もあるね、腰もすごいありますね、厚みが結構しっかりあるので、はい、作品展にはすごくおすすめなんですよ。やっぱりなんかモノクロのイメージがこのバラ板系ってあると思うので、あえて僕はカラーでやってみたいと思うので、今回はこっちのサテンバラ板にしたいと思います。実はこの紙なんですけど、はいはい、あの私今年の1月に写真展やったんですけど、そこでこの紙使用したんですよ。でキューバの写真を展示してカラーでやったんですけど、すごい発色良かったんですよ。じゃあもうこれでいきます。はい、はい、じゃあありがとうございます。じゃあ今回は私が、はい、シールのスムースマットコットンペーパーを使用して、クレさんが、僕がサテンバラ板ペーパーを使って日中シンクロやっていこうかなと思います、はい、なんか紙からイメージをこう組んでいくのって面白そうだ ね、 そうですね、やっぱりこれが最終のアウトプットなので、うん、ここから逆算していってライティングの強さだったり、あとまあ老現像するならするなりでやっていくとね、いいかなと思います、うん、はい、ということで石川さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。それでは私の作品を作るは地下1階のスタジオスペースで撮影を行っていきたいと思います。このスペースはとてもいいスペースなので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。というのも1時間3600円でなんとこの場所を使って、そして奥にあるスタンドとかバック紙とか、あとはカポックとか、そういったものが使い放題なんですよ。でなおかつあとはブロンカラーとかハッセルブラッドとか、そういったなかなかあの手にできないようなあの機材もですね、半額で借りれるんですよ。すごいね、あの便利なのでぜひ活用してみてください。私はここのスペースを使って作品を撮影していきたいと思います。それではカメラをご紹介していきたいと思います。阿賀井翔二さんで撮影するということなので、ハッセルブラッドを使用しながら撮影を行っていこうと思います。
フィルムカメラに見えるんですが、実は今デジタルバッグがついている状態ですね。CFV2 の 50C っていうデジタルバッグがついているんです。で、前の部分は、501C ですねに、60mm の F3.5 のレンズをつけながら撮影を行っています。今シンプルケーブルでつながっている状態になるので、ブロンカラーのシロスを使って撮影を行っていきたいと思います。気持ちがいいですね。これで撮影を行っていきたいと思います。はい、ではヘアメイクのなっちゃんです。あ、なっちゃんです。なっちゃんです、よろしくお願いします。なっちゃんっていう呼び方でいいのかな、はい、もう多分それが普通になってますね。はい、じゃあなっちゃんでよろしくお願いします。お願いします。はい、で今回はヘアメイクさんお願いするんですが、今回ね使用する紙がこちらなんですよ。最終的に写真をプリントしようと思っていて、で最終的にねこんな紙にプリントしようと思っていて、これがスムースマットコットンペーパーっていうマット紙なんですけど、結構ねサラサラしてるの。だからなんか写真を撮るイメージとしてはポートレートで女性の肌をきれいにちょっと出すようなビューティーショットをね、ちょっと撮影したいなと思ってて、はいはいはい、なんかアイディアあります？いいアイディア、ヘアメイク。そうですね、どうしようかな。まあ、肌をまあ綺麗に見せるってことなんで、まあもちろんそのベースをしっかりめに作らせてもらって、で色味はやっぱりあれかな、まあ、夏だし、まあ、しっかりめに綺麗にってことなんで、オレンジ系でまとめて、いいですね、良さそうな気がします。はい、じゃあそんな感じでじゃあお願いいたします。はい、わかりました。ではモデルのミカさんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、でなっちゃん今ベースメイク終わったのかな。そうです。でそこから今、さっきオレンジって言ってたのでオレンジをベースに、ヘアメイクをしていただく。素晴らしい。で小手さんは、ね、外ですよね。そうですね、僕は外なのでちょっと暑いですけど、すぐ終わらします。はい、早いのは大事。早いの大事ですよ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではライトのご紹介をしていくんですけども、今回はこんな感じでライティングを組んでみました。モデルさんが座る位置に私が今座っているんですけども、バストアップでの撮影をしようかなと思っているんですね。なのでここに今レフ板がある状態なんですけども、上にはシロスにビューティーディッシュというリフレクターをつけています。そしてより柔らかくするためにこちらのディフューザーをつけている状態になるんですね。ビューティーディッシュというのはこちらになるんですけども、中にカウンターリフレクターというのが入っていて、直進する光を拡散させることによって光の芯が、ね、なくなるんですね。でそれによって、柔らかさを最大に引き出すことができるアクセサリーになっています。で中が、跳ね返る部分が中の部分ですね。ここの部分が白になっているので、女性の肌の美しさというのを最大限に引き出すことができると思います。なのでかなりモデルさんに当たってくる光は柔らかくなっています。こんな風に柔らかさを表現できるリフレクターはできる限りモデルさんに近くになるように配置してあげるといいんですね。なので、こんな風にアームで、伸ばしてできる限りモデルさんに近くなるようにライトを設置しています。そして、キーライトと逆の方向にはレフ板を置いて、レフ板で光を、ね、拾ってあげようかなと思います。これで、ね、柔らかさを表現しながら撮影を行っていきます。はい、出来上がりましたね。はい、出来上がりました。イメージは？あ、イメージはもう夏らしさをイメージして、さっきも話したみたいにオレンジをベースに作らせてもらいました。さっきガーベラの画像を見ながら描いてたよね。そうなんです。そう、モチーフはガーベラ。ガーベラをモチーフにさせていただいて描かせていただきました。やっぱねオレンジの色味が綺麗に見えるのが結構ガーベラのイメージが強くて、そう使わせてもらいましたね。じゃあ撮影していきたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、でライティングなんですけども、今、モデルさんに光が綺麗に当たっていて、ハイライトの部分をだいたいぴったり、F8 の明るさになってまして、でこっちの、光がねメイン光がちょっと届いてない部分が、5、6ですね、F4 の9なのでだいたい5、6ぐらいですね。なので1段ぐらいちょっとグラデーションで落ちてるような、ライティングに組んであります。ではね撮影していきたいと思います。はい、じゃあ早速ね撮影していきたいと思いますのでよろしくお願いします。結構ね、ピントがシビアなので、ちょっと1枚いきます。はい、3、2、1。いいっすね。ライティングもいい感じ。気持ちがいい。はい、じゃあどんどんね、撮っていくんですけど、ここがライトなので、
で、そうね、そんな感じでいきます。はい、3、2、1もう一枚いきますね。はい、3、2、1少しクーターを上げて、あ、そう、かっこいい感じでいきます。はい、3、2、1そっち側の手は伸ばしちゃってもいいかも。かっこいい、この辺とかも個人的に好き。結構いい写真撮れてますね。あーでもいいな、今の好き。うん、私もこれかこれいいな、この辺で決定していこうと思います。はい、じゃあ次はですね、僕の番になります。なっちゃんよろしくお願いします。次はね、こちら、はい、サテンバライタっていう紙、はい、なっちゃんも知ってる紙だと思う、はい、それをねちょっと使って腰のある、はい、ちょっと、まあ半光沢に近いような紙なんですよね、うんうんうん、でナチュラルなスキントーンが出るっていう紙なので、はい、うんうん、で僕はね上に上がって日中シンクロを、ね、はい、したいと思うんですよ。でも外ですね。そうです。なので今日はねすごい暑いので、うんうん、多分すぐ終わらすんですけど、やっぱね暑いので、うん、なのでイメージだけ固めとけばいいかなと、はい、で衣装が、うんうん、革ジャンですね、はいはい、まあ暑いんですけどちょっと着ていただいて撮るんで、はい、どうしましょうかね。そうですね、うん、でも革ジャンってもうカチッとかっこいいの。そうです、ね、ブラックなんで、はい、メイクもやっぱりブラックでパキッと下がって、まあ、肌も結構なんだろう、ナチュラルっていうよりかはパキッとした感じで作った感じにしようかなと思います。なのでほとんどお任せするので、はい、そこはちょっとお任せします。わ、うんうん、かりました。でライトはね結構強めのライトを当てるんですけど、うん、まあちょっとトーンは出るようにね、うんうんうん、しようかなと思ってます。はい、はい、なのでオクタのボックスをね、うん、使うか、はい、あともしかすると直当てになるかもしれないですけど、あ、なるほど、ちょっとその辺は上に上がってね、はい、状況で決めたいと思います。はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。お願いします。はい、めちゃくちゃいい感じですね、はい、はい、さっきとはね全くガラッと変わりましたね。そうですね、変えちゃいました、はい、すごい、はい、このボリューム、ね、そうですよ、オールバックで、ね、すごい、うん、もう本当にさっきと全く違う感じで、上めちゃくちゃ暑いんで、はい、ちょっとね短時間で終わらしますので、あ、よろしくお願いします。はい、ではね早速上に行って撮影したいと思います。はい、次はね私の方が撮影をねしていくんですが、今ね屋上の方に上がってきました。こちらね屋上テラススタジオということで、屋上でもね撮影ができるようになってます。1時間あたり、まあ、7200円で設備使用料込みなんですね。で先ほど小室が撮影した、地下と一緒に借りると半額だそうなので、ぜひね両方借りてこの、ね、池袋の風景をバックにね撮影するのもねいいんじゃないかなと思います。で私はですね今回この、まあ、快晴の空を生かしてストロボのパワーを生かしてですね、日中シンクロをねやっていきたいと思います。はい、これから使用する機材をねご紹介したいと思います。今回はブロンカラーの2種類の、ストロボをね用意していただきました。まずは、これが 800S というシリーズ、こちらは、電源でね動くタイプで800ワットセカンドねある大光量のねストロボになります。でこちらが400L っていうね、 L ってつくとこちらに、バッテリーがついてますので、こちらのバッテリーで、コードレスで、発光することがねできます。はい、どちらもね使い勝手のいいものなんですけど、まあ、今回ね出来上げちょっとパワーが欲しいのと、まあ、今回はテラスのねスタジオなので、AC 引けるのでこちらのねストロボを使っていこうかなと思います。はい、で、アクセサリーなんですが、ちょっとモデルさん来て最終的にはね決めたいんですが、2通り用意してもらいました。はい、1つがもうね直当ての、パーっていうね最も反射率の高い、リフレクターですね。はい、こちらか、ボックス、はい、パーに比べるとね明らかに、柔らかくはなるんですけど、75センチの、八角形のねオクタボックスですね。はい、こちら僕ね大好きなんですオクタがね。なのでこちらで少しちょっとコントラストつけつつ、パワーでね日中シンクロをしていこうかなと思ってます。はい、なのでどちらかの、アクセサリーを使ってね作品を作っていこうかなと思います。今回使用するカメラはハッセルブラッドの X1D2 というねカメラになります。で僕はですねストロボ撮影の時にこちらのカメラを使う理由っていうのが、
実はですね、レンズシャッターっていうのを採用してるんですね。で、一般的なカメラっていうのはフォーカルプレーンシャッターなんですけど、それだとどうしてもこのストロボ撮影をするときに同調速度といって、限界値があるんですね。ただこのレンズシャッターの、カメラを使うと、その限界値っていうのが、シャッタースピードの最高値まで同調させることができます。もちろん、性能を生かすにはですね、こういったねブロンカラーのように先行速度の短い、大光量なものと組み合わせるのがベストなんですね。はい。で、今回ですね、こちらのカメラを使って撮影するのが、この背景を生かして、こちらにちょっとモデルさんを立っていただいて日中シンクロ撮影っていうのをねやっていきたいと思います。で、日中シンクロっていうとちょっとね、この明るい時になんでストロボ焚くんだろうってね、結構皆さん疑問に思われると思うんですが、実はですね、日中シンクロっていうのは背景の明るさとモデルさんの明るさを、言ってしまえば別々に調整したい時に活用できるテクニックなんですね。例えばですね、こちらにモデルさん、先ほどね撮った写真があるんですが、モデルさん立っていただいて、ストロボなしで撮った場合どちらかの判断なんですね。一つは背景の明るさに合わせてモデルさんをシルエットにするか、モデルさんの表情を映そうとして、露出をちょっと明るくして顔が映るようにしてあげると背景が白飛んじゃうわけですね。はい。でもどっちでもないと、やっぱり両方映したいって思ったら、実はこの日中シンクロ撮影っていうのが重要になってきます。はい。なのでまず最初にシャッタースピードを速くして、背景の空だったり風景を好みの明るさになるような露出にまずするんですね。今回で言うとシャッタースピード2000分の1 F11、 そして ISO100 の状態ですね。結構ね、少し暗めのような印象にしてます。はい。で、そしてそのまま撮るとモデルさんもちろん真っ暗になってしまいますので、そこに対してこちらのストロボをですね、出力がですねちょうど8ですね、 7.9 なので8なんですね。なので、これが800Wセカンドなので、8ってことは200Wぐらいで映ってるのか、だからすごいパワーですよね、やっぱりね。で、撮影すると今見ていただいているような写真になるわけですね。はい。このテクニックを使って今から作品を撮っていきたいと思います。はい、いきます。いいっすね。あ、この感じだわ。5分で終わらします。いきます。はい。じゃちょっとねライトの方グーッと見て、そうですね、そうですね。はい。でそのままカメラの方に視線ください。そう。はい、いきます。はい、バッチリ。ちょっとそうですね、だるい感じの、気だるい感じ、そうそう。はい、いきます。はい、無事に撮影終わりました。今回ね、こちらのハッセルブラッド X1D2 とブロンカラーのシロスの組み合わせで、思い通りの日中シンクロ撮影ができました。特にね、こちらの、オクタ、すごくいい光でしたね。はい。ではですね、これから、こちらの機材ね、片してですね、撤収したいと思います。で最後にね、ちょっと買い物もねして帰りたいと思います。はい、撮影が終わりましたので、ちょっと買い物をねして帰りたいと思います。はい。はい、僕はね、こちらのプロキューブ2をまずね買います。そして、はい、今回用紙を、2種類ですね、はい、先ほどご紹介していただいたシールのスムースマットコットンペーパーと、そしてサテンバライタペーパー、はい、A4 と A3 のみですね。はい。やっぱ作品を大きくできるっていうのも プリントのいいとこですからね。はい、これはね、プリントするときにどっちのサイズがいいのかっていうのを見ていきましょうかね。決めていきたいと思います。はい。そしてこのシールなんですけれども、今回はこちらのショールームで購入しましたが、阿賀庄司さんの、ホームページでも購入することができますし、あとは、量販店さんでも、ね、はい、大手量販店さんでも扱いがありますので、ぜひねチェックしていただければと思います。はい、ではお家に帰って仕上げていきましょう。はい。ではじゃあお持ち帰り用に30周年の特別なバッグに入れてお渡しします。すごいしっかりしてるバッグなんですね。はい、A3 のみも入ります。あ、すごい。はい、すっぽりこれで入ります。じゃあこれに入れて。すごいですね、この、はい、あ、これもよいしょよいしょ。はい、こちら、はい、A3 のみを入れる。あ、結構大容量入る。結構
大変ですけど、これでこういけるのはおしゃれよ。あ、いいです毎日 A3 の日持っていける。そうだね、はい、はい、じゃあこれで自宅にね帰ってプリントしたいと思います。はい、プリントしたいと思います。はい、はい、それでは先日撮影してきたデータをロー現像してプリントしていきたいと思います。はい、で今回ですねこちらの用紙を用意しております。はい、僕の方がですねシールのサテンバラ板というね用紙を用意してます。はい、はい、そして私がシールの、スムースマットコットンペーパーっていうのを用意してます。で2つとも A4 サイズと A3 伸びの2種類用意してますね。はい、はい、なので、こちらの紙をね使いながら、作品をね仕上げていきたいと思います。はい、早速プリントに入っていくんですが、その前に完璧なプリントを実現するために重要なね設定をやっていきたいと思います。上田家のねチャンネルでも何度もね登場しているエプソンのメディアインストーラーっていうのを使って、今回はこちら阿賀井昌司さんがね扱っているシールの、EMX ファイルっていうのをですね、登録していきたいと思います。はい、この EMX ファイルっていうのは、すごくね優れた、ファイルでして、 ICC プロファイルだったりプラテンギャップ、そして陽子圧、そして、プリントに必要な各種設定っていうのをプリンタードライバー、そしてプリンターに登録することができるんですね。なので煩わしい操作なくしに、重要な設定っていうのを簡単に登録ができるっていうのがこのエプソンメディアインストーラーの、ね、役割なんですね。はい、ではね早速ソフトウェアね見ていきたいと思います。はい、こちらがですねエプソンのメディアインストーラーになります。はい、で、登録されているものに関してはこういった感じで、設定済みというふうに、ね、なってるんですが、今回使用する、シールの、マスタークラスサテンバラ板ペーパーとかですね、あとはスムースマットコットンペーパーっていうのはまだ登録してないんですね。なので早速ね登録をしていきたいと思います。はい、で、まずは他社製メディア情報っていうところをクリックしていただいて、その後、こちらですね、はい、シールのスムースマットコットンペーパーとかですね、あとはサテンバラ板っていうのを、一度ね確認していただきます。そうすると未設定にね今なってると思うんですね。なのでこの情報はまだ入ってないよっていうのがね分かります。はい、じゃあここからですね、スムースマットコットンペーパーを選んでメディアベンダーのウェブサイトへ移動っていうのをクリックします。はい、そうすると、リンクが貼ってありますので、阿賀井昌司株式会社さんのシールのねページに、飛ぶことができます。はい、で様々なね、ことが書いてあるんですが、こちらに EMX ファイルダウンロードっていうのがありますので、こちらから EMX ファイルをダウンロードしていきたいと思います。はい、ダウンロードがね完了しました。はい、こちらにですねフォルダーを、デスクトップにね持ってまいりました。はい、こちらを開くとこのようにですね、EMX ファイルというものがですね、一括してねダウンロードできているのがね分かるかと思います。はい、ではですねここから、こちらのダウンロードした EMX ファイルを登録していきたいと思います。はい、まずはこちらのファイルから読み込みっていうのをクリックします。はい、そして EMX シールマスタークラスっていうのを、開きます。はい、この中から今回使用するスムースマットコットンペーパーのスムースマットコットン .emx っていうファイルを開きます。そうするとですね、自動的に処理がね始まって、プリンタードライバー、そしてプリンター側に、登録することができます。数分でね終わりますので、その間は何も触らずね待ちましょう。はい、すぐにですねこちらシールスムースマットコットンペーパーというのがね、設定済みに、ね、なりました。はい、これで、プリンタードライバーでの、インストール、そして、プリンター側ですね、はい、こちらもねちょっと見てみましょうかね。はい、じゃあこちらから用紙設定、背面トレー用紙で、見てみると、その他よしから見てみましょう。ファインアートペーパーの中に
シールありますかね、はい、こちらですね、シールスムースマットコットンペーパーっていうのがね、登録されているのがね分かるかと思います。はい、これでプリンター側にも、スムースマットコットンペーパーの、EMX ファイルっていうのが登録されているのがね確認できました。はい、同じ要領で、こちらの私がね使うサテンバライターもね登録して、今から、ロー現像してプリントにね入っていきたいと思います。では早速撮影した画像をロー現像そしてレタッチねしていきたいと思います。今回ね私がプリントする用紙はこちらのシールマスタークラスサテンバライターペーパーというね、非常にねコシのある半光沢紙なんですね。で撮影方法は日中シンクロっていうね撮影方法で撮影してますので、まあ、少しコントラストの高いですねメリハリのある印象の、イメージにね仕上げていこうかなと思います。はい、で今回はね、ロー現像に使用するのは、1枚の、写真ですので、フォトショップのカメラローをね使っていこうと思います。はい、でこちらがですね、もうすでにフォトショップのカメラローで、ね、開いた今回ねプリントする予定の写真になります。はい、日中シンクロなので、まあ、空の印象だったりですね、モデルさんに結構強い光がね当たってます。はい、で今回はですね、ハッセルブラッド X1D2 というですね、中盤のデジタルカメラでね撮影してます。はい、ではね早速見ていきたいと思います。はい、でまあ、ロー現像なんですが、まあ、今回はバライタ紙ですので、コントラストはちょっと高めに持っていきたいなというのが一つ。はい、ただ、今回ね革ジャンをね着ていただいてるので、まあ、それがまあ黒つぶれしすぎると少しやっぱ会長がね、まあ、潰れてしまいますので、まあ、そこはちょっとできるだけのけときたいなというのがあります。はい、でまあ、空の雲のね印象がすごくいいのでこの辺はちょっと出していきたいなというふうにね思います。はい、ではね早速まずはベースのロー現像、はい、やっていきたいと思います。はい、ではまず、まあ、色温度に関してはね 5500K でいいんじゃないかなとは思うんですが、少しねちょっと青い方もかっこいいので、そうですね、撮った時はだいたい 5500K だったのでちょっとだけ5250K ほどね、ちょっと青みを強くします。はい、それぐらいですね。はい、今回ね光はブロンカラーっていうね最高の光で撮ってますのでね、はい、あんまりね大きく変えたくないなということですね。はい、で露出に関しては、少し顔に合わせるという形でマイナス 0.25、 はい、なんでまあ3分の1段ほどちょっと下げます。はい、いいですね。でハッセルブラッドはね相当データ持ってますのでね、まあ、余裕ですね。はい、でシャドウ側、はい、もうねこんなに情報実は残ってるんですけど、あんまりねあのメリハリをつけないっていう風な感じでねロー現像しちゃうと少しのっぺりしてしまいますので、はい、シャドウは少しだけ明るくしようかなと思います。はい、15ぐらいですかね。はい、でハイライトここですね。でロー現像はですね、パラメーターを動かした時に何が動いてるかっていうのは、大きめに動かしてあげるといいです。はい、なのでちょっとハイライトはあえてあげようかなと思います。飛んでないので、はい、少し明るめにプラス10にしたいと思います。はい、そして、明瞭度ですね。はい、まあ、女性ポートレートだと結構マイナス側にして柔らかめにねすることが多いです。はい、はい、今回はですねどうしようかな、ちょっとまあ皮の質感とかね強めに出るとかっこいいですけど、やっぱり人肌感っていうのがねちょっと硬くなってしまいますので、こちら自体ではね触らず今回ねちょっと難しいことしましょう。はい、こちらの、ブラシ使ってですね、はい、このエリアですねのみ基本的には明瞭がかかるようにねしましょう。はい、顔とね空もちょっといいなと思う。
空もね、行きましょう。はい、こんな感じですかね。はい、そしたらですね、これに対して明瞭度見てください。人肌にはほとんど影響なくですね、明瞭が動かせてます。はい、なのでちょっと強めにね、明瞭かけちゃいましょう。はい、で念のためこれで新しいマスクを、じゃ今度もねブラシにしましょう。ちょっと顔選んどいて、はい、こっちは少し明瞭をね下げときます、はい、ただあんまりにもねやると嘘っぽくなりますので、マイナス15ぐらいですかね。はい、 OK、 これでいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあここまでできたら、あとは、サイドをねどうするかですね。で、基本的にはですね、自然なサイドっていうのと、この一般的なサイドっていうのがあるんですけど、人物撮影の場合はこちらのサイド、自然なサイドの方がね向いてるんですね。なのでこちらのサイドやると人肌もね一緒に転んでしまうんですけど、自然なサイドであれば過度にしなければですね、人肌に影響がないんですね。はい、なので少し自然なサイドを上げて、空のね青みが出るようにねしようかなと思います。はい、25プラス25ですね。はい、こんな感じ。そしたらですね、これでベースの、老現像はね OK かなと思います。じゃこれで開いて、あとはね最終的な、調整にね入りたいと思います。でここで、僕はねよく使うのがね、プラグインで、ごめんなさい、フィルターですね。フィルターでエクスポージャーっていうのをね入れていきます。はい、これはねアドビ社ではなくて、また別のブランドの、フィルターになります。はい、でカラーフィルムポラロイドの、シャドウシアンとかね、まあいろいろあるんですけどね、まあ、結構好きなのはシャドウシアンとかなんですけど、あとはシネマっていうので、ブリーチバイパスとかですね、結構いろいろあります。はい、まあ、今回はね、シンプルにシャドウシアンかな。はい、ここでね濃度を変えることもできます。はい、であとはですね各色変えれたりですね、色相でブルーをちょっとシアンっぽくとかですね、はい、ちょっとシアンめに振っちゃおうかな。はい、でまあその他はね OK かな。はい、あとはトーン、分割トーン調整もう少しだけ、このね空白いところに少し黄色を入れたりできますので、その辺でちょっと調整してみます。はい、こんな感じですかね。はい、これで一つね、レタッチの部分もね終わりました。はい、あとはですねちょっと人肌とかと整えてプリントをねしていきたいと思います。はい、それでは私も老現像とレタッチをやっていきたいと思います。私はこちらのスムースマットコットンペーパーで、プリントを仕上げていくんですけども、やはりこちらの紙に合わせて、老現像をしていくんですが、今回撮影したのがこちらの画像になるんですね。で、見ていただくと、ライティングをするときにしっかりとライトを組みながら、あとは露出系を使いながら、ハイライトから、シャドウにかけてどれぐらいのグラデーションで、落ちていくのかっていうのも測りながら、ライティングを決めているので、あまりこう大きく触る必要がないなっていうふうに思ってまして、まあポートレートは特になんですけども、老現像しすぎない方が私は自然で好きなんですね。なのでまずは、今回使ったのはハッセルブラッドっていうカメラなので、トーンだったりとか情報量がとても豊富にあるローデータになるんですね。なので、まずは全体の明るさだったりとかトーンをローデータで仕上げていきたいと思います。もうやることはとても簡単で、
まずは、こちらのカーブっていうところですね。ここはトーンカーブになるんですけれども、ここで中間のトーンを少しね明るくしていきたいと思います。で本当にこのライトがねやっぱとても綺麗なんですよね、ブロンカラーのね。なのでちょっと明るくするだけでいいかなと思います。あの肌のトーンがね透き通るようになりましたね。で次にちょっと変更してみたいなと思うのがシャドウですね。この写真の中で一番暗い部分っていうのが背景なんですね。で今回はモデルさんと背景との距離を離しているので、背景の壁の部分ですね、光が届かないので暗くなりやすいんですね。で今回はあえて背景を暗くすることによってモデルさんの表情を引き立てようと思って、モデルさんと壁の距離っていうのを、決定して撮影しています。なので、今背景こんな風に暗くなっているんですけども、実はハッセルブラッドやはりハッセルブラッドは情報量がかなり豊富にあるので、シャドウがねこんな風に明るくしたり暗くしたり、ある程度この同じグレーでもどういったトーンのグレーにするのかっていうのをこんな風に好きなようにね選べるっていうのもありがたいですね。ちょっと私はやはりちょっと背景を暗く落として、モデルさんのね表情をしっかりと強調するようにしていきたいと思います。そうですね、ちょっとこれぐらいにしましょうかね。なので私が触ったのはトーンカーブの中間部のトーンとシャドウのみを今回触りました。ではこのまんまフォトショップの方に移動したいと思います。それではフォトショップで開いていきたいと思います。はい、こちらがフォトショップの画面になりますね。でプリントしてみると意外と目立ってしまう場所ってあったりするんですね。今回で言うと背景にこれ壁の凹凸なんですけども、こちらですね、ちょっとゴミっぽく見えてしまうので、これをねちょっと消していきたいと思います。あとはちょっとこっちの方にもあったので、これもね、バッチ処理で消していきたいと思います。消したい部分を囲ん で何もない部分に持っていくと演算して、囲んだ部分を消してくれるんですね。はい、まあ、こんな感じでプリントだとね意外とこういった細かな部分が目立ってきてしまったりするので、こういう部分を消していきたいと思います。あとは肌ですね、肌でニキビがあるとかそういったシーンも、このバッチ処理を使ってあげるとスムーズに消すことができます。肌もね少し調整していきたいと思います。はい、こんな感じでバッチ処理をしながら肌の凹凸もちょっと整えてみました。そしたらですね最後に味付けとして、上田も先ほど使用しましたけれども、フィルターのこちらのエクスポージャーですね、エクスポージャー X というのを使用しながらですね、最後の色の方向性っていうのを決めていきたいと思います。いろいろと、エフェクトがあったりとかするんですけれども、私が最も好きなのがこちらのシャドウシアンっていうものですね、ポートレートだけじゃなくてスナップを仕上げる時もこちらのシャドウシアンを使ったりします。でここで、100%、こんな風に0になると元のデータになるわけなんですけれども、 100% だと、でも 100% も素敵ですね。ちょっと減らすぐらいでいいかなと思いますね。ちょっと 80% ぐらいにしながらね仕上げていこうかなと思います。でこうすることによって、適用を押しますね。いろいろとね触れるんですけども、今回はこのシャドウシアンの色味を生かすだけにしようかなと思います。あとはですね、ビネットをこんな風に周辺暗くしたりとかっていうのも行うことができるようになっていますね。今回はね使用しなくていいかなと思います。ではこのまんま適用を選んでいきます。はい、でそうするとこんな感じに仕上がりました。で見ていただくとやはりメイクのオレンジだったりとか衣装のオレンジがより鮮やかになって際立ったのが分かると思います。今回使用するこちらの、スムースマットコットンペーパーはマットしながらもとても発色豊かに表現してくれる紙なので、とても素敵な雰囲気に仕上がるのではないかなと思います。はい、今からプリントを行っていきたいと思います。そして今回私はこちらの、マットに写真を挟む、これ今ブックマットになるんですけれども、マットに写真を挟むということを念頭に置きながら、額装することを念頭に置きながらプリントをしていきたいと思います。でこれ前回、モノクロの作品を、こんな風に額装した時にのものになるんですけども、これに合わせてね今回もプリントをしていきたいと思います。青のマットでモノクロなのでかっこいいんですよね。今回もシャドウシアンっていう先ほどのフィルターを使用していて、それがどちらかというと青みがかった、
フィルターになるので、こんな風に青いあのマットとの相性もいいんじゃないかなと思ったので、こちらを選んでみました。では中の、写真のイメージと同じ大きさになるように今からプリントをしていきたいと思います。でこちらは、普通にプリントするのではなくって、マットのこの窓抜き寸っていうんですけども、このサイズよりも小さめにプリントしてあえて余白を出しているんですね。これと同じことをやっていきたいと思います。でこちらは、中の写真は3対2に近い比率なんですけれども、今回撮影した、ハッセルブラッドは4対3になりますので、その辺の調整もプリントレイアウトで行っていきたいと思います。で先ほど測ったんですけども、横が 445mm、 そして縦が 295mm になっています。なのでこれと同じプリントサイズで、指定していきたいと思います。それではこちらがプリントレイアウトの画面になります。上から順番に設定を行っていきたいと思います。今回はエプソンの SCPX-1V を使用してプリントをしていきます。そして先ほどコジャさんが、EMX ファイルをダウンロードしてくれているので、ここにシールのスムースマットコットンペーパーというのが入っていますね。これを選んでいきます。はい、そして今回使用するのが A3 の帯になります。はい、今回の紙は厚手の紙になりますので、前から吸収をしていきたいと思いますので、全面トレー厚紙というのを選んでいきます。はい、そして、一番いいモードで吸っていきたいと思いますので、超高精細を選んでいきます。そして今回肝となるのがここの部分ですね。でまずは、3対2 と、4対3なので、まず比率が違うんですね。なのでここの、比率の部分ですね、固定っていうチェックを外します。はい、でこの状態で任意の数字を入れていきます。445mm、 そして下には、295mm っていうふうに入れていきます。はい、でそうするとこんな風に適用してくれました。でこの状態で、イメージをダブルクリックします。はい、そうするとこんな風にトリミングの画面になるんですね。でこんな風に、自分の好きなようなトリミングを選ぶことができます。でもちろんここからこんな風に小さくすることもできるようになっているんですね。まあ、プリントレイアウト上でもこんな風にトリミングが可能になっています。で今回はあえてちょっと頭のスペースをタイトにして、少しねトリミングしてもいいかな、これぐらいちょっとタイトにしながら構図を決めていきたいと思います。で OK であればここで OK を押します。はい、そうするとこんな風に自分の好きなようにトリミングをこのプリントレイアウト上で行うことができるようになっています。はい、そして一番大切な設定、ここのカラー設定ですね。ここで ICC プロファイルを選択で押していただくと、先ほどの、スムースマットコットンペーパーがしっかりと割り当てられた状態になります。なのでこの状態でプリントしていきたいと思います。はい、それでは早速マットに写真をはめていきたいと思います。はい、ではプリントはこんな感じで、はい、仕上がりました。ではこちらをね、このマットに入れていきたいと思います。はい、こんな感じで四つ角をねしっかりと留めていきます。はい、そしたらこれでパタンと閉じてあげると、あ、いい感じですね。はい、こんな感じで仕上がりました。で、イメージサイズがあって、でこれ下の白い部分ですね、これは紙の紙白ですね。紙白をしっかりと見せながら展示をすることができます。こういう風に窓のサイズよりもイメージを小さくして、プリントするのを余白出しっていう風に言うんですけども、余白を出すことによってよりこう世界観がぐっとこう凝縮したような、そんな風に、写真を仕上げることができますね。はい、ではこんな感じで仕上がりました。はい、プリントが終わりました。はい、こんな感じです。で今回はですね、僕の方は2つのサイズにプリントをしてみました。1つがね、ポートフォリオとか持ち運びに便利な A4 サイズ、そしてやっぱり展示にね、まあいいサイズ感というんですかね、 A3 伸びというねサイズにプリントしてます。でさらに今回はね、シールのサテンバライタという紙なので、傾けるとね結構キラキラっと反射してくれるんですね。うん、
なので今回僕はストロボ強く当てた日中シンクロの、ね、イメージなのですごく綺麗に、ね、撮れてると思うんですよね。そうですね、なんか太陽のきらめきを、ね、感じさせられますよね、はい、その反射によって。そうですね、うん、なのですごく、ね、イメージに合った紙を、ね、選んだかなと思います、はい。そして私は、シールのスムースマットコットンペーパーという紙を使用しながらプリントをしています。こうやってね、光の方に傾けてみても全くこう反射しないですよね。マット紙になるんですね。なのでこの人物のしっとり感だったりとか肌の滑らかさといったところに目がいくような一枚に仕上げられたんじゃないかなと思います、はい、すごいね、発色もよく仕上がっていてすごい満足な一枚に仕上がりました、うん、はい、はい。そして私は A4 サイズはプリントせずに A3 伸びのみプリントしてみました。やっぱり展示となるとこれぐらい大きい方が迫力がありますよね。そうですね。そして今回はマットにこういう風に写真を入れ込んだ状態なんですけども、やはりこういう風にマットに入れると作品感が増しますね。そうですね、うん、特に今回はね、青のマット、そしてモデルさんの服がオレンジなんですね。なのでこのコントラストっていうのがすごく美しいですし、うん、あとやっぱりマットってどうしても白とか黒のイメージ強いと思うんですけど、こういうのもありですね、やっぱり、ね、そうですね、うん、色物のマットを使うとちょっとこうスタイリッシュなイメージになったりとかするので、うん、実は青だけじゃなくってさまざまな色のご用意があったりするので、ぜひチャレンジしてみてください、はい、といったような感じでですね、今回、2人でね、モデルさんの撮影して作品に仕上げてみました。はい、はい、なかなかね、いい感じに仕上がりましたね。そうですね、うん、やっぱりこの紙を選んでからイメージを固めて撮影するっていうのもとても面白かったですね、うん、そうですね。なのでね、もう2人ともイメージ通りにね、仕上がったかなと思います。はい、はい、といったわけで今回の作品を作るは、ハッスルブラッドのね、カメラを使って、そして、PX1V でプリント、そして用紙はシールの用紙をね使って、はい、プリントしてみました。はい、ではこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。